OK ですかね、はい、はい。ではツイキャス始めましょう、はい、1、2、3、2、1、3、2 FM ギヌワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラ城第88回の収録そして放送となっております。パチ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 、はい、末広がりだね。88だね、うん、で放送日は6月3日、うん、だからもう6月に入ってるんだね、これを本放送でお聞きの皆さんは。6月3日か、うん、つい先日沖縄はね梅雨入りもしまして、はい、ジメジメとしたちょっと湿度の高い日々が続いておりますけれども、もうクーラーがちょっと手放せないというか。はい、手放せないです。はい、もう扇風機も扇風機ね、うん、もうクーラーも職場でもねもうすぐ暑いって言ってクーラーをね、うん、利用者さんが、所望するんですけれども、まあ僕自身もね暑いからね、利用者さんが言ってくれるのはすごく助かるというか、うん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 、一応なんか電気代の節約でねクーラーはつけないようにっていうところはあるんだけれども、うん、うんうん、なのでそうね、もう電気代の補助金みたいなのもねなんか6月からはないみたいなんでね、ちょっとあちこちね、これから暑くなるっていうのに大変な状況ではございますけれどもね、体調は崩さないように しておかないといけないね。そうですね、うん、夏実は足が痛いのが治ってきましたよあ、よかったよかった。そういう意味ではね、暖かくなってきたからなのかな、何なんだろうね。いや、食べる量減らしたからだと思う。お、そうなんです。夏実さんはちょっとダイエットをね今頑張ってて、ダイエットを頑張っております。ちょっとずつではあるけれどもね、はい、順調に体重を落としつつあって、はい、今ね目の前 YouTube のようの動画を撮って夏実さん映ってるんですけれども、うん、はい、これがね、今年の年末ぐらいには、うん、もうちょっと今日の撮影よりシュッとなってるかもしれないよね。シュッとほっそり、うん、なってるといいな、なってる予定ですよね、うんうん、まあ暑い日が続いてるから汗かいてねちょうどよくタイミングよく痩せていくと思うんで、はい、頑張ります。まあ健太さんもね痩せないといけないというところで、はい、はい、では本日も短いお時間ではございますが最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、ツイキャスもメッセージもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。完全にマイクから外れてたね。え、マイクから外れる癖あるよね。うん、何なんか自分の声お伝えしたくないの。うん、そんなことはねですよね。は原稿に夢中だった。あ、そうなの。うん、まあ、マイクを意識して喋っていただければと思います。はい、はい、気ぃつけます。はい、では本日のトークテーマに行く前に、うん、実は先日の収録の際にですね、はい、いただいていたメッセージを一つ、はい、ご紹介させていただければと思っております、うんうん、はい、どうぞ。はい、メンヘラネーム沖縄大好きさん。あ、沖縄大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。夏実さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きです。はい、この間嬉しいことがあったので報告をさせていただきます。はい、前回島全部で大きな祭にて、うん、ラブライブ声優のアグポン
大西あぐりさんね、はい、の話をしたのを覚えていますか？はい、なんか写真も送ってきてくれてたよね。はい、うん、こちら K&K のミュージックキャノン、うん、こちらね FM ギノワンさんで月曜10時僕らの2時間半ぐらい前に放送している、うん、K&K ミュージックキャノン、うん、K&K のミュージックキャノンかな、うん、でも話しましたが、実はこの間アグポンがレギュラーを務めるラジオ番組にメッセージを投稿しました、うん、はい、そしたらアグポンに、はい、僕が送ったメッセージを読んでいただけました。わーい、パチ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 、島全部で大きな際の感想と大好きをお伝えしました、はい、本人に読まれてテンション爆上がりしましたとのことです。はい、沖縄大好きさん、いいですね、よかったね、よかったね、あ、なかなかよ、あの自分の大好きな声優さんのラジオに投稿してね、多分あの僕らのラジオなんか花にもかけないぐらい数多くのメッセージがね人気声優さんのラジオには届くかと思うんですけれども、うん、その中で沖縄大好きさんのメッセージがピックアップされて読まれたんでしょ。はい、読んでいただけたと。おめでとうございます。告白は成功したってことでいいのかないいねいいね、どうなんでしょうね。あ、でも嬉しかったですね、うん、あのアグポンこと大西あぐりさんもあの、ね、沖縄でねちゃんとファンもいて応援してくれてるっていうのをね、うん、沖縄大好きさんのメッセージから知れたと思うんで、はい、はい、よかったんじゃないでしょうか。よかったよかった、はい、なんかちょっとずつみんな平和でいいね。いいねいいね、うんうん、楽しいね、聞くのもそうだね、嬉しいことはやっぱ聞いててね、嬉しい楽しい、うんうん、あ、はい、ツイキャス来てますよ。お、はい、ドボドボ来てます。はい、お願いします。沖縄大好きさん、お、ごめんなさい、噂をすれば。沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。ハスハス。ハス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 。夏美さん、この前はどうもっすって言ってますね。あ、あ、はい。沖縄大好きさんのね、のね、はい、ラジオ番組行きましたね。あの、うん、聞きましたねだ。ツイキャスで。聞きましたじゃない。な、収録のね、されてるんですけど、沖縄大好きさん。ツイキャスで参加しましたね。うんうんうん。で、どうもっすってことですね。はい。はい、ありがとうございます、沖縄大好きさん。はい。高保さん、高保さん、おお、こんばんは。また今世笑いあれだね、はい、姉妹番組と言っていいのかなそうだね、姉妹番組のデイジチャーコロビーカフェのね、その最後の挨拶が、はい、また来世なんですけど、うんうん、はい、また今世ってことで高保さんありがとうございますありがとうございます。ロアさん、はい、ロアさん、こんばんは。こんばんは、待ってましたって。 ありがとうございます。今日も2本撮りですかね、1本かな、日本撮りだよ。日本撮り行きたいと思いますよはい、よろしくお願いします。クーラーつけてますね夏が足痛いって言ったから多分言ってんだけど、ロアさんは、うん、私は二の腕が痛くてしんどいって言ってる。何があったんだろう、なんだろう、何があったんだろう。なんか筋トレでもしたんかな筋肉痛かな、うん、かっちゃんさん、かっちゃんさん、はい、こんばんちょい、こんばんちょい、こんばんちょい、ありがとうございます。はじめましてかな、はじめましてかな、うん、こんばんちょい、ちょいってかわいいね、なんかね、こんばんちょいで、はい、沖縄大好きさん、はい、あら、まさかの僕っていうことです。ああ、あの、読まれたの、ね、読まれたです、メッセージがね、はい、先日いただけたのをね、ちょっと今回読まさせていただきました、うん、ありがとうございました。めちゃめちゃ興奮しましたって言ってますよ。よかったよかった、告白はできたってことでいいと思いますことだけは言いますか告白はできたってことだけは言いますかうんうん、うん、ありがとうございます。ペーターさん、はい、ペーターさん、にゃーにゃーにゃーだったね、はい、あ、ロアさんから、はい、そういえばツイキャス収録の5月25日の分のものパスワードかかってますかねって。あ、どうなんだろう、わかんない、なんだろうなんだろう、パスワードかけた覚えある、ない、どうなんだろうね、なんだろう、ちょっと見てみます。5月25日のものね、どうやって見るのかな、まあ、ケンタさんが見てくれると思います。はい、わかりましたで、チーさん、でも、うん、5月25日収録してないから、これ、うん、沖縄大好きさんとかに行ってるとかではないの、え、わからんけど、え、違う、え、急に出てきた、何だろう、これ急に出てきたよ、リクエストと参加者
なんだ。ちーさん。はい、ちーさん。こんばんは、来たよ。あ、ありがとうございます。ちーさん、こんばんは。こんばんは。多分夏美の友達です。あ、本当ですか。ちーさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。はい。でですね。はい。ね、はい、沖縄大好きさん。はい。かかったまんまですね。リュードルのハルパンの番組の配信がスポンサー限定でパスワードかけてる状態だったのでそのままになってます、なってるかもってのこと。ああ、やっぱり沖縄大好きさんとの会話じゃん。なんかあれなってないの？そのままになってるかも。まあ、あのトークテーマいっていいですか、夏美さん。いいですよ。はい、では、本日のトークテーマいきたいと思います。はい、ありがとうございます、皆さん。いや、待て。本日のトークテーマは、はい、雨、ズバリ雨、はい、梅雨入りもしたということで雨をテーマにいきたいと思います。はい、はい、まあ、どんな内容かというと雨というキーワードにちなんださまざまなエピソードを、うん、ぜひとも教えてくださいということで、うん、例えば雨の日の思い出、雨の日の思い出、はい、私の梅雨対策とか、はい、あとはおすすめの雨対策グッズ、傘でも何でもいいですし、あとは雨が降ると嬉しくなるのか悲しくなるのか、うん、気持ちの部分ね、うん、とか雨の日に聴きたくなる曲、まあ、うん、などなどね、雨と聞いて思い浮かぶエピソードをよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします、はい、では、先ほどから登場いただいている沖縄大好きさんからこちらのテーマにもメッセージいただきましたので、はい、トップバッター沖縄大好きさん、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、夏美さん、この間は僕の番組へのコメントありがとうございました。いえ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 、そんないつもね、ありがとうございます。こちらこそ。文面で夏美さんってすぐ分かっちゃいましたね。もう文字からもにじみ出る夏美集ね。夏美集ね、はい、はい、テーマ雨。雨の時期になると気圧で僕は頭痛を起こしやすくだるくなることもあります、うんうんうん、さらに気圧のせいで腰も痛くなることもしばしば、うんうん、腰も、はい、雨のおかげでダムの貯水率は爆上げ、yeah! 雨の日はどう過ごされてますか？頭痛にやられると僕はベッドでゴロゴロ、うん、調子がよく時間があるときはドライブして雨の日に合う音楽を聴いたりしていますとのことです。うん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 、はい、夏美さん、雨の日はどう過ごされてますか？はい、雨の日はですね、はい、私は読書をしたり詩を書いたり。嘘つけですよね。やってません。はい、本当のところはどうなんですか？本当のところは、うん、別に何もしませんよ。日常と同じなんですけど、うん、でも雨の日になると、うんうん、大雨とか降るとね、外出たくなりますね、私。子供か。でも本当に水遊びじゃないけど、うん、バシャバシャしたくなるし、うんうん、濡れても楽しいし、うんうんうん、だから傘ささないし。あ、本当。うん、ささないし、うん、どこ行きたくなるって言ったっけな、カラオケとか行きたくなる。ああ、でもカラオケ外に行きたくなる。日常的に。あ、それはいつも行きたいか。カラオケもそうだし、日常的に外に。なんかね、ちょっと引きこもりというか人のコミ嫌いなのに人がいるところ行こうとするんだよな。そうそうそう、人嫌いなのに人のとこ人のいるところに行って人に病んで家で病んで、ね、そう、これメンヘラの作り方です。メンヘラあるあるなのかな、分からんけど。ちなみにね、健太さんね、雨の日最近もう会う人会う人におすすめして回ってるのがね、はい、何ですか？ワークマンの、うん、防水サファリシューズなんだけど、あ、ケンタさんも履いてるんだけどね。ケンタさん履いてるやつだ、うんうん、これね、俺が買った時2000円いってなかったと思うんだけど、うん、この前ホームページでちらっと調べたら2300円今するんだよね。ちょっと高くなったのかな、うん、気がする。いや、もしかしたら俺の勘違いかもしれんけど、うん、まあでもこちら本当になんていうの、やっぱり雨の日、こういう梅雨時期とか沖縄台風もあるさね、うん、大雨の時とかすごく大活躍で、性能がいい感じ。あ、もう全然水入ってこない。俺も普通のね、なんか ランニングシューズというかスポーツシューズだったり、うんうん、靴履いててもう水が染み込んできて靴がさ、なんかべっちょべちょになるのがもうすっごい苦痛だったから、靴だけに、うん、靴だけにもう行って気づいたけど、もうこれ買ってよかった、本当によかった。
買ったか、うん、でこれね女性向けにも同じものが、うん、サイズ展開されてると思う、うん、で女性だけ女性用だけかな紐なしのシューズもその長くレインブーツというか、うん、シューズもあるからほうほうほう4色展開でね可愛いのもあるからさ、うんうんうん、あの洋服に合わせて、うん、そのレインブーツというかサファリシュー、うん、防水のサファリシューズを変えたりもできるっていう感じで、うんうん、そうなんだ。それで紐なしの方は1900円こっちは2000円切ってる感じかな、うん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 、で売ってますんでもしよかったらもうどんどん履いていっておすすめだよマジで。ワークマン、ワークマンで皆さん、ワークマンへゴーですね。そうワークマンが提供に入ってくれんかなマジでこんだけ紹介してるんだからワークマンの回し物みたいになってるけどでもねそのシューズねセカンドストリートとか、うん漫画倉庫とか、うん、空いたリユースショップみたいなところ行ったらシューズコーナーにねたまに1000円以下ぐらいで売られてる時もあるんで、あ、ね、うんうん、夏美さんにいつも勧めてるんだけど、ね、買おうとしないんだよな。そうなんだよ。なんでと思うんだけどね。濡れてるの嫌くないって。いや。ね、不思議なんですけどね。まあでもそう本当にリユースショップで安く買えることもあるんで、よかったらねチェックしてみてください。はい、では、ここから楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい。はい。本日紹介させていただきますのは、はい雨だれの歌という歌です。雨だれの歌、はい、どうぞお聴きください。はい雨だれの歌流れております。はあ、うん、本放送でも、はい、ぜひ聴いてみてください。雨だれの歌ちょっとツイキャス行きましょう。はい、ツイキャス読みましょうね。はい、わからないなんで、あ、ロワさん、はい、10月からキックボクシングに定期的に行っているのですが、うん、その中で腕立て伏せ的な筋トレで痛くなってます。すごいすごい、めっちゃ健康的。ダイエットにいいよねキックボクシング。俺もキックボクシングはやりたいんだよな。うん、夏美もやりたいキックボクシング、うんうんうん、あ、でも筋トレとか走り込みとかあるのかな。うん、どうなんだろう。あるかな走り込み。まああると思うけど。あ、ちいさん。こんちゃんだよ。こんちゃんだよって来てるね。こんちゃんだよ。こんにちは。あ、そうね。こんばんはだね。ありがとうこんちゃん。あ、なるほど。ロバさんが教えてくれたアットマークがついてるのは。個人間のやり取りです。夏美さん混乱させてすみません。絶対そうだよ。本当にもう混乱させてすみませんって言わせてごめんなさいね本当よなったんよ。わからんちゃ、だいたいわかるよ。わからんちゃ。はい、高坊さんからなんか来てる。テーターさんもその日暮らしお団子3個もらいました。の、ありがとうございます。ありがとうございます。ペーターさん、え、高穂さん、はい、ところで私もツイキャス配信させてますが、視聴数が少なかったりすると夢の島という強制削除にあってしまいます。え、嘘、そうなのそうなんだ。おわ、夢の島行きみたいなことかな。そういうこと。それがまさにそれが夢だったみたいなこと。怖いね、うん、ペーターさん夏美衆って笑ってる。うん、ありがとう。カラオケ行きたい。カラオケ行きたいってか、ね、うん、ありがとうございます皆さん。あ、聞いた。名古屋のダンサーズさん。お、名古屋のダンサーズ。靴の中に水が入るのはとても不快ですね。本当に本当に。本当にだよな。本当に。あれはもう耐えられん俺。うん。なんか水虫なりそうで嫌っていうのもあるんだよね。ああ。うんうんうん、あ、確かになんかちょっとべちょべちょしたらそうかもしれん。うんうん、こんちゃんが今度ワークマン行きましょうって。行きましょう。いいよいいよいいよ。パチンコじゃなくてな。あ、ロアさん、はい。私が行ってるところはボクササイズ的なところですね。筋トレが少しありますが走り込みはありません。ありません。あと、
暗闇でやるところなので、クラブみたいな感じです、伝わりますかねって、超楽しそう。テレビでね、たまにあるね、暗闇でやるやつ、ね、それ暗闇でやるの楽しそう。テレビで見たのはね、なんか爆音でなんかクラブミュージックみたいなのを流してやってたはず、うん、いいね。ギルワン市内にあんのかな。へー、いいなぁ。ちいさんパチンコも行きたいはいへー、高坊さん、私はスーパーのレジ袋を足に履いてます。そうすると防水しつつ靴を履いて歩けますよ、ひどい雨の時は。見た目的の問題点はないの高坊さん、あのワークマンのおしゃれに防水できるんで、よかったらあのチェックしてみてください。ちょっとワークマン行ってみてください面白いね高坊さん、うん、あ、そうです、健太さんの言ってる感じですって、ロアさんの、うんうん、なんか見たことある、うん、新都市のとこに行こうかな、行ってますって、はい、始まるよ、はいはい、お聞きいただきましたのは、すいません、マイク上げるとこ間違えてた、はい、はい、お聞きいただきましたのは、はい、雨だれの歌、こちら2017年に放送されたテレビアニメ少女週末旅行の挿入歌となってまして、うん、作中に登場するキャラクターチトとユーリ、うん、CV は水瀬いのりさんと久保ゆりかさんが歌っている楽曲になっています、うん、はい、これね、紹介文が面白かったのよ、はい、この曲の、はい、文明が崩壊してしまった世界に生まれたヒロインたちは歌という概念を知らない。しかしある時、雨が物に当たって落ちる音を聞いて、なんか楽しいと感じる、うん、そしていくつもの物を並べて、うん、音楽らしきものを二人で作り出し、二人で楽しむ、うん、それはれっきとした音楽であり曲なのだが、二人はそのことを知らない。そして二人きりであるから、それを伝える相手もいない、うん、歌の歌詞にはチトとユーリの二人がお互いを思う様子、さらに生き方も詰め込まれている。うん、少女週末旅行という作品世界を見事に体現した歌となっているとのことですね。うん、うん、素晴らしい。なるほど、はい、ちょっと面白そうですね。うん、作品も込みでぜひ聞いてみてください。雨だれの歌です。雨だれの歌ね、はい、よろしくお願いいたします。皆さんこれも聞いてね。ラジオエンディングです。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです、はい、今日は雨をテーマにお送りしてきましたが、今まさにね、うん、ラジオ FM ギノアに向かってる時にね、雨が降り出しまして、うん、今日は、5月27日月曜日なんですけれども、収録している時点では、はい、今日からまた雨がちょっと続きそうな感じで。あ、そうなんだ、うん、台風1号がね発生してて、うん、放送日の3日、うん、本放送の日にはもう台風1号は過ぎ去ってるはずなんだけど、うん、皆さん気をつけてくださいね。本当にね、なんか結構沖縄地方からはそれてはいるんそうなんですけど、うん、雨が相当影響あるそうなんで、うんうん、あ、そうなんだ、はい、風もね強くなってくると思いますんで、うん、どうかその防災対策といいますか、台風対策ですね、うんうん、はい、皆さんしっかりして、そうね、うん、備えていただければ。窓枠に停電とかしたらね、もうそれこそこんなジメジメした時にクーラーも使えないよってなったら、夏見干からびるよマジでべっちょべちょなるよな、夏見干からびるかな夏見べっちょべちょでいや、なんかもう大変なことになるもん、ね、パンクしそうじゃない、夏見暑いっつってとかもね。はい、ではツイキャスの方はなんかメッセージ来てますか。はい、はい、来てますよ。高坊さんが雨だれって言ってます。はい、雨だれ、雨だれって書いて雨だれの歌だね。あ、甘いタレの雨だれって言ってますやっぱり夏と一緒だ美味しそうって言ったんだけど雨だれ、雨だれですね。うん、そうですね、はい、ペーターさんがお団子3個くれました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、
ペーターさん、風ドーンは嫌やな、夏みドーンができなくなる、干からび夏みドーンはいつでもしますよドーンありがとうございます。今日皆さんツイキャス、はい、ありがとうございます。本当これがあるから生きていける。あの、うん、それは言い過ぎた言い過ぎたな言い過ぎた俺そこまでツイキャスに命かけてると思ってなかったからさ、うん、言い過ぎた、ちょっとびっくりしたよけど YouTube よりはあのツイキャスをめっちゃ重視してる私。そうだね、リアルタイムの、ね、リアルタイムの、ね、交流楽しいからね、はい、交流をね、ありがとうございます、うん、本当いつもありがとうございますね、うん、嬉しいね、うん。夏美さんはちなみに、はい、雨の時に出かける時気をつけてることとかありますか？出かける時気をつけてること、うんうん、滑らないようにすること。ああそうね、それこそあのシューズはやっぱ滑るやつが多いから、うん、普通の運動靴だったり、うん、スニーカーとかね、うん、そこが滑るやつが多いから、そのマジワークマンの話ばっかりしてあれだけど、うん、ワークマンのシューズはやっぱり防水になってるから、うん、それなりに底、うん、靴底はやっぱ比較的なんだっけ、あれ滑りにくくなってますかね、うん、滑りにくくちゃんとなってますよ。あ、だったら夏美それ買えばいいんじゃん、うん、ずっと言ってるやろって、はい、私がずっと言っておりますね、うん、はい、はい、では、メンヘラ城こいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。ありがとうございました。ありがとうございました。